はい、ということで皆さん改めましてこんにちは、ビストロライブキッチン始まりました。今日も元気にいきますよ、 MC あまりです。よろしくお願いします。お願いします。そして今日一緒に番組を盛り上げてくれるのはもちろんこの方、フードスタイリストの新谷美久さん。はい、皆さんこんばんは。デリシュキッチンフードスタイリストのアラヤンこと新谷美久です。本日もよろしくお願いします。アラヤンよろしくお願いします。さあ、先ほども言いましたけれども、配信をご覧いただいている皆さん、今日は日本全国おまかせグリル会第1弾ということでですね、北海道と群馬のご当地レシピを紹介していきますので、うん、はい、まさか北海道からとか群馬から見てる人いるかな、いらっしゃいます、いたらぜひコメントで教えてください。ね、ぜひぜひお願いします。あれやん、はい、本日のお料理もね合わせてご紹介していただけますか。はい、うん、今日はですね、北海道の鮭のちゃんちゃん焼きと群馬の上州豚の味噌焼きの2つのご当地レシピを作っていきます。うん、楽しみですね。はい、どちらもですね、おまかせグリルで簡単に美味しく調理できるのがポイントです。はい、でこの今回のご当地グルメを美味しく調理してくれるシェフはどこ、ここなんです。ここシーブオーブンレンジビストロNEUBS10C の機能にありますおまかせグリルにお任せしたいと思いますね。うん、はい、で先ほども言いました、冷凍冷蔵常温の食材もヒートグリル皿に並べて、はい、おまかせで手軽に調理できるというのを今日皆さんにお伝えしたいポイントなんですね。はい、うん、今日はですね、お魚とお肉のご当地レシピ2品紹介するんですけど、うん、果たしてどこまでお任せで作れるのか見どころですね。確かにね、お任せって言ってんだもんね。はい、何回も相当お任せしないとね。あ、はい、残念ながら関東です。全然残念じゃないの、ありがとうございます。群馬、ハーフどさんこですですって。ってことはお父さんかお母さんがあの北海道出身ってことですかね。そういうことか。ぜひぜひ皆さんもいろんなところから見ていただいて本当に嬉しいです。うん、最後までご覧ください。さあ、そしてですね、本日は北海道と群馬のご当地食材も活用していきますので、うん、ご当地の魅力も届けたいと思います。はい、そして番組の最後にはプレゼントのお知らせもあります。料理が完成した後にプレゼント応募の合言葉を皆様にお伝えしますので、皆様チャンネルはそのまま最後まで、ぜひぜひご視聴ください。お願いします。では、あらや、はい、改めて1品目のお料理紹介お願いします。はい、1品目は北海道のご当地鮭のちゃんちゃん焼きです。イエイ、こちらって言わないとびっくりしちゃうよ。こちら、そう、こちら、はい、こちらですね。はい、まずはね、お魚のお料理ということで鮭、はい、今美味しいね。今美味しいですね。でこれちゃんちゃん焼きということは、はい、北海道ですもんね。そうなんです。うん、この時期旬を迎える、北海道の秋鮭を使っていきます。うん、今回のレシピは野菜もたっぷり使えて食欲の秋にぴったりです。あ、嬉しいですね。あ、今ちなみにね、はい、このデリシュキッチンのアプリの方ですね、うん、北海道の方、群馬大好き、神奈川、埼玉、東京、様々なところ見ていただいております。いろんなところから見てくださってますね。はい、ありがとうございます。美味しい鮭のね、お食欲の鮭です。食欲の鮭ね、お伝えしていきたいと思います。はい、さあ、でね、先ほどから言ってるこのおまかせグリルというのは、うん、自動で最適な火加減に調整して、はい、鮭の場合はね、ふっくら、そして野菜はシャキシャキに仕上がるということでね、はい、これすごいよね。本当におまかせそんなことできんのっていう感じですけれどもね。はい、そして裏返して焼く必要もないよ。そうなんですよ。うん、これがねちょっと楽しみですね。うん、さあ、そして、北海道ご当地、皆さんちゃんちゃん焼き、鮭のさんしゃん、ちゃんちゃん焼きちゃんちゃんですね、ちゃんちゃん焼き食べたことあります？はい、ありますか？あまりはね、何回かあるんですよ。もしね、いたらね、教えてください。うん、ぜひ教えてください。ね、さあ、完成が楽しみですね。じゃあ早速材料の方教えてください。はい、材料はこちらです。ドン。はい、あ、秋鮭は生のものを使うんですね。生のものを使っていきます。あれ、気になるのは鮭っていろいろとね、はい、種類ありますよね。銀鮭とか紅鮭とかいろいろありますけど、はいはい、これなんか違いがあるんですか？さすが、いい質問してくださいね。ありがとうございます。はい、北海道から、秋鮭は9月から11月に水揚げされた白鮭のことで、油が、そうですね、少なくてさっぱりとした味わいが特徴です。うん、で今回のちゃんちゃん焼きのような蒸し料理に使うとパサつきが抑えられて身がしっとりふっくら仕上がります。うん、あ、それはもう今日の量ぴったりだね。はい、で逆に紅鮭は、あの、脂身がよく身が柔らかい味わいで、銀鮭は油のりが、よくって身が柔らかい。はあはあ、で、ごめんなさい、紅鮭は身の味がしっかりとしてて、あの、油のりはほどほどですね。まあ、だからやっぱり焼き魚のイメージですかね。そうですね。なので、あの、味わいが違うので、お料理に合った使い方をして選んであげるといいかなと思います。違うんですね。はい、いや、楽しみでございます。勉強になりました。あ、でも今コメントね、おまかせ機能ってなかなか信じられないタイプです、本当にできるのかな、はい、ということもあるので、ぜひ今日はですね、我々がね、実食まで兼ねて皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、
さあこちら北海道の秋鮭を使ったちゃんちゃん焼きにぴったりということでね、材料と作り方デリシュキッチンのアプリをご覧の皆様はですね、右下のレシピというところをタップしていただけるとお料理の詳細が見ることができます。それではアラヤン調理の方スタートお願いします。はい、では早速作っていきます。今日たっぷりのキャベツ使っていきます。嬉しいね。はい、こちらをまずカットしていきますね。そう、これね、はい、皆さんに見てほしいんです、アラヤンの華麗な包丁さばき。久しぶりだよ ね、 なんかね。そうですね、切るの結構久しぶりかもですね、はい、まずは、芯を取っていただいて、うん、まあ、もうザクザクっと食べやすい大きさに切っていきます。わあ、いいね。なんか、はい、こうやってさザクザクお野菜をね、なかなかこうサラダだけで取るのって難しいじゃない。そうですね、うん、だ一気にこうお料理で取れるのって嬉しいですよね。嬉しいですね、うん、はい、わあ、こんな感じですごいボリューミーだよこれ。2分の1個分ですね、使っていきます、うん、はい、はい、さあ野菜いっぱい。そう、他に今キャベツを切っていただきました、はい、続いて、うん、玉ねぎですね、はい、こちらも2分の1個使っていきます。玉ねぎなんてもう鮭に合うでしょう、はい、合いますね。何のお料理でも合いますね。確かにね、もう名脇役でございます。はい、芯を取り除いていただいて、うん、薄切りです。うわ、美味しそう。はい、ちょっと今チラチラ。あ、なるほどね。今コメントでキャベツ余りがちなのでたくさん使えるの本当助かりますというふうに言ってますね。そうですね、結構ね1個丸々買って残り半分どうしようと思われる方多いと思うんですけど、うん、このちゃんちゃん焼きに、ね、だけだとね、ちょっと量多すぎるとかね、わかるわね。薄切りしていきますね、うん、はい、さあさあ、そして、あ、いいですね、この包丁さばき、ありがとうございます、はい、ずっと見てられるやつねはい、あっという間に切れました、はい、そしたら続いて人参ですね、うん、こちらも薄切りにしていきます、はい、結構な量ですね、はい、もういたっぷりですね。 お野菜はこのレシピの通りじゃなくても、うん、他の、余ったお野菜でも大丈夫です、うん、あ、そうなんですね、はい、じゃあもうお好きなお野菜でもいいっていうことなんですね、はい、あまりさん、ちなみにお家だとどういったお野菜が余ったりしますか、うん、でもやっぱり、うん、大きいものを一気に買ってきたりとか、はい、例えばなんだろうね、でもキャベツは本当残っちゃうね、うん、最近千切りにしてサラダで食べるんだけど、はい、やっぱ一気に食べきれないからさ、そうですよね、うん、でちょっと悪くなっちゃうんだよ ね途中でね、うんうんうん、だから別の、まあ、焼いたりとか、はい、そういった料理に使おうとは思うんだけど、うん、まあ、できたらそういった余すことなく使える料理っていうのはいつも気になってるよね。なるほど、うん、この時期とかだとレンコンとか、ね、さつまいも結構大きいのでそういったものもね入れてあげてもいいかもしれないね、トウモロコシとか、あ、でもトウモロコシはね、食べ方もうすぐ終わっちゃったから、うん、そっかそっか、はい、夏野菜だよね、あれね。そして、しめじですね、こちらは軸の部分 V 字にカットしていただいて、うん、あとは手でほぐすだけです。わあ、いいですね、はい、これですね、絶対このお料理さ、はい、きのこ合いそうだよね。きのこはね、合いますね、うん、他にはどんなきのこ合いそうですか。他にまいたけとか、うん、あとはエリンギとかでもいいですね、うんうん、はい、じゃあこれキャベツとか玉ねぎ以外のお野菜だったら、あとはピーマンとか、うん、ネギ、あ、ネギですね、うん、とかもいいと思いますね。 あと先ほど言った根菜類、だからあれですよね、はい、このおまかせグリルのすごいところはですね、うん、例えば冷蔵庫冷凍庫に余ってるお野菜っていうのは多くあると思うんですけど、はい、それを入れちゃおうっていうこともできるわけですよね。そうですね、うん、もう栄養バランスが取れて副菜をこれ以外に作らなくてもいいので、うんうん、手間が省けますよね。これ今アラヤに切ってもらったけど、はい、例えばさカット野菜みたいなの買ってきて入れても大丈夫なの、はい、もちろん大丈夫です。もうこの切る作業もめんどくさいっていう方はカット野菜使っていただいても問題ないです、ね、お忙しい人にもぴったりでございますね、はい、ではカットできたので、はい、うん、さあもう早速のけていきましょうか、はい、はい、あ、これキャベツが乗っちゃったね、はい、その前に調味料を混ぜるのを忘れてました。そうですね、じゃあ調味料 A をご紹介させていただきます、はい、調味料 A は味噌大さじ6と2分の1かなり多いですね、はい、多いですね、はい、そして酒が大さじ4、酒ですね、そして砂糖が大さじ2、はい、でいきますね、はい、砂糖もね、やっぱお料理ね、うん、いいですね、合います。ちょっと甘みがね、みりんが大さじ2と、はい、入れました。じゃあこちらを混ぜていきます。しっかり混ぜていきましょう。じゃあ、あまりさん、これ混ぜといてもらってもいいですか。うん、うん、あ、いいですよ、はい、混ぜましょう混ぜましょう。これもうしっかり混ぜた方がいいんだよね。そうですね、しっかり馴染みがあるですごめんなさいはい、で混ぜていただいてる間に、うん、こちらのヒートグリル皿、私たちが大好きなこのヒートグリル皿ですね、うん、こちらに、もう早速野菜を盛っていきたいと思います。ちなみにさ、これ今さ調味料使った、はい、作ったけどさ、はい、他にどんなアレンジできそう。他が、うん、そうですね、おろしニンニクとかを加えてあげると少しパンチが加わるのでおすすめですし、うんうん、あといいマヨネーズをちょっと加えてあげるとお子様とかマイルドになるのでおいしいですね。 あとはピリ辛がお好きな方は豆板醤、うわー、豆板醤入れたい、入れてあげて味変するのもおすすめです。
今コメントでカレーとかお鍋で残った野菜もいいですよね、はい、そうですね、使えそうとか、これから冬になると鍋作る方多いと思うので、うんうん、その余り野菜とかね使っていいですね。あ、これ気になるコメント、味噌はだし入りの味噌でもいいですかって。あ、もちろん大丈夫です、うんうん、だし入りのものだとねちょっと風味がまたちょっとかつおだしとか昆布の香りが引き立つので、うんうん、それはそれで美味しいですよ。あと人参皮剥かなくていいんですかってコメント、まあ、剥かなくても大丈夫ですし、うん、あの 気になる方は剥いていただいても大丈夫です、うんうん、なるほど、まあね、はい、しっかりと焼き上げて、ね、美味しくしてくれるんでしょう。 OK です、はい、さあそしてですね、こちら調味料しっかりあの混ぜましたよ。あ、混ざりました、はい、見てください、天井さん、うん、綺麗に混ぜてくれました、ね、ありがとうございます。このぐらいのはできるよそんな料理ベタとはいえさしっかり混ざってます、うん、混ざりましたね、はい、はい、もうこのカット野菜、あ、カットした野菜もねこれだけもうまばらに、うん、でもすごい量だよ、パンパンに入れていただいて、はい、さあ今旬の秋鮭です。うわ、はい、大胆に乗せていく。大胆に乗せます。はあ、こういうことだったんだね。もともとね、あの、うん、このちゃんちゃ焼き作るときは、うん、アルミホイルで包んだりとか、うん、あのフライパンにもだーっと入れて蓋をして火加減が重要になってくるんですけ ど、 なるほど、ね、その必要もなく、はい、じゃあもう本当にもうこれを乗せて乗せるだけ、はい、あ、いいね、もう、うわ、余すことなくかけていきます。大胆、たっぷりかけて、うん、あ、美味しそう。そう、立派な鮭とかね。あ、ごぼう入れたいっていうコメントいいですね。ごぼう。あ、鮭は冷凍のもの使っても大丈夫ですかって。はい、そうなんです。今回おまかせグリルは冷凍のものでも、うん、この普通の冷蔵の野菜と一緒に合わせても程よく、はい、加熱してくれるんですよ。本当におまかせって、まあ、その意味でもね、はい、かなり広い意味でも使われるということです ね、 いいですね、はい、はい、あとはバターですね。うわ、絶対合うじゃない。ぴったりなバターを散らしていきます。このバター乗せるあたりがね、はい、なんかこう北海道のこう感じがするよね。確かにいいですね、うん、はい、はい、さあこれね今ここ入れるんですけど、上から大火力極め焼きヒーターでですね温めまして、そしてこのヒートグリル皿、それがあるおかげで、まあ、冷凍冷蔵常温でも食材を並べるだけで、裏返しもそういった焼き網も必要ない、美味しくお料理が作れるということなんですよね。いや、はい、すごい。でこれね、お野菜さっきねいろいろアレンジしていいよって、はい、あのおっしゃいましたけど、量はどうなんですか。量は量、あの、いっぱい入れちゃって大丈夫なんですか。そうです、総量が1キロを超えないようにだけ量を調節してあげてください、うん、でも裏を返せば1キロ近く作れるってことですね。すごい量ですよね、はい、この量4人から6人まで食べれると思いますよ。じゃあ早速これをおまかせグリルしていきたいと思います、うん、やってみましょう、はい、ここで出てきました、キッチンポケットというアプリなんですが、うん、スキャンするっていうところがあるんですね。これをタップすると、すごい、はい、これ今ガイドが出てきたでしょ。これを見て見てヒートグリル皿にこう合うようにスキャンをするんだよね。さあ、いけたかな。あれ、もう一回取りましょう。あまり、あまりが下手くそだった、ごめんね。いや、もうちょっと近く、ちょっと私がやってみましょうか。ちょっとあまりの電磁波なんかそういう話やってみます。いくよ、はい、さあでも今みたいに、うん、このガイドに沿ってお写真を撮るとスキャンをしてくれるんですね。ほら、画像を分析してます。できた。よかった、もうちょっとあまりさ誰でもできるでしょ。そうなんです、誰でもできる、はい、誰でもできます。でこれ今18分でもう出ております、はい、でこれがですね、これ決定でいいですよね、うん、はい、味入れますね。そうするとこれ一番上段に入れてくださいと、はい、入りました。で、はい、閉めた後にビストロに送信をタップすると、すごい、おまかせグリルであとは温めスタート、押すだけ、押すだけ。これだからあの量によって時間を調節してくれるってことですよね。そうですね、どれくらい加熱したらいいっていうのね。すごいよね、素晴らしい。これあのあまりスキャンだとさ、どうしたらいいかな。いや絶対誰でもできますからそうね、指紋がなかったんじゃないですか。そういうことかな、ちょっとね乾燥気味はい、ありがとうございます、はい、ね、うん、で今回はね焼きの工程をまるっとおまかせでできて便利なんですけども、うん、時間の関係でちょっと出来上がったものをご用意しましたので、はい、早速出していきたいと思います。うわ、これ楽しみ、はい、いいですか。え、これ、はい、これです。もう見て、もうすごい湯気が出そうな感じ。いくよ、オープン。うわー、すごい、玉手箱かっていうね。うわー、すごい、じゃーん。いや、これ見てくださいよ、この秋鮭のふっくら加減、すごい美味しそう。うわ、いい香り。ちょっといい香りしてますね。ぜひちょっと画面越しにちょっと鼻近づけてみてください、皆さん。最高です。じゃあこちら盛り付けしていきます。すごいよこれ、身が身がでかいので。うわ、うわ、さあ今コメントで鮭好きなので食べたいって、食べたい、うん、ちょっとキャベツもたっぷり、お野菜がいい感じで、輪切りのニンニク乗せたいですとか、いいですね、いいですね、うん、うわ、すごい。
で皆さん今ねこのコメントでヒートグリル皿にお味噌ついたら焦げそうだけどって書いてありましたけど、うん、大丈夫、もうスチーム、うん、オーブンレンジビストロですよ、スチームがありますから。そっかそっか、そうなんですよ、そういうことなんだね、蒸気でね。であとこのヒートグリル皿、はい、あの普段はね料理してそこであのお疲れ様ってなってますけど、うん、洗うのすごい簡単なんだよね。そうなんですよ、もうつるんとすべすべって感じなので、汚れがすごい落ちやすいですね。あまりはねやっぱ家だと洗い物担当になること多いんですよ。あ、そうなんですね。ヒートグリル皿はもう大好きです、洗うのは。いいですね、はい、もうちょっと汁もかけたいんですけど。あ、かけようかけよう、美味しそう。できません、斜めにしてください。斜めにして、熱いよ熱い、大丈夫。ちょっと後でしましょう、うん、はい、じゃあこちら、はい、鮭のちゃんちゃん焼きの完成です。わー、ふっくら美味しそう。もう今から食べたいですね、はい、これ、はい、さあさあ、じゃあ続いてのレシピいきましょう。続いて紹介してもらいましょうかね。はい、はい、では続いてのレシピはこちらです。どん、群馬のご当地上州豚の味噌焼きです。美味しそう、美味しそう。ね、これは群馬の、ね、ご当地グルメということで、はい、まさにご飯が進みそうなおかずですよね、うん、そう、うん、はい、群馬といえば他にもいろいろ名物がありますよね、うん、天里さん何かわかりますか。さっきね、うん、調べたんです。お、何を調べました。水沢うどん。お、食べたことあった、ちゃんと。あ、ありました、うん、ちょっとなかなかね、あの群馬ちゃんしか出てこなかったんですけど、はい、皆さんはどうですか、うん、あとね、焼きまんじゅうでしょ。あ、焼きまんじゅう有名ですね、うん、今日はなんとその群馬の名物の焼きまんじゅうをヒントに味噌味にしています。うん、お、いいですね、はい、うんうん、ご飯が進みそうな感じ、はい、はい、じゃあ皆さんぜひ最後までお付き合いください。お見逃しなく。じゃあ材料を教えてくれる。はい、材料はこちらです。ドン、結構シンプルですね。これは皆さん覚えやすいんじゃないですか。しかもね、やっぱ群馬ということでね、うん、上州豚と下仁田ネギは群馬のご当地食材使わせていただいてます、今日。やった。あ、それぞれなんかどんな特徴あるか教えてください。はい、上州豚はですね、赤身肉が豊かできめが細やかくて、うん、癖がなくてあっさりとした味わいです。うわ、もうそれ聞くだけで美味しそう、はい、うん、そして下仁田ネギは普通のネギよりも加熱すると甘みがすごく増すので、うんうん、あのトロトロになる食感が特徴です。特に味噌焼きにはぴったりですね。うわ、今日ですね、はい、はい、でこちらは冬が旬なので、うん、あのこれからの季節にぜひ使ってみていただきたいです、はい、なので、ね、今回ご当地会ということで、はい、そういったご当地の食材にもこだわって魅力を届けたいと、うん、そういう思いがありましてご用意させていただきました、はい、もちろんあの普通の豚バラとか長ネギでも作れますので、うんうん、ぜひすぐチャレンジしてみてください。はい、うわ、たまりませんね、はい、皆さんぜひこちらスクショしておいてください、うん、材料と作り方、デリシュキッチのアプリからご覧いただいている方は右下のレシピボタンをタップしてみてください。詳細がすぐ見れますよ、はい、じゃあアラヤン早く調理してしましょう。はい、はい、まずはですね、こちら8ミリ程度に切った豚バラ肉ですね、はい、こちらに片栗粉を少し振っていきます。なんで片栗粉いるの。こちら片栗粉を振ることによって、うん、肉の旨みが逃げないのと、あとトロッと、はい、あんのようにするために片栗粉を今日振っていきます。絶対いいねこれ。はい、そしたら調味料混ぜていきますので、読み上げをお願いします、はい、はい、調味料とってもシンプルです。はい、シンプル、はい、醤油大さじ2、はい、味噌大さじ2、味噌大さじ2、はい、はい、ドドンとね、はい、そして次がみりん大さじ2、はい、酒大さじ2、おう、そして砂糖大さじ2の全部大さじ2、全部大さじ2、うん、あまりでもできる覚えました皆さん、覚えました、大さじ2、全部大さじ2です。これだとね、やっぱりなんか調味料もいちいち測ってめんどくさいって思う方もいると思うんですけど、うん、覚えやすいから、そうね、あの料理できない人あるあるで、ね、適量ってなんだよっていつも思うね、うん、ちゃんと書いておいてくれないと困るの。あれ全部大さじ2ですから、うん、はい、甘いさんもできますよ、しっかり。さあ、この調味料をどういうふうに使うのかしら、はい、こちらを、5分ほどお肉につけておいて、うん、しっかりと味を染み込ませていきます。でも簡単だね。はい、簡単、簡単、うんうんうん、あ、これさ、うん、この調味料がさっき言ってた伏線回収し、はい、焼きまんじゅうの話でしょ。そうなんです、こちらが焼きまんじゅうの味噌の味をこの豚肉に、はい、使っているっていうことですね。へー、あ、すごい。はい、じゃあこちらをもうだーっとかけていきます、うん、すごい大きい味噌が出てきたよ。もうちょっと混ぜてってことですね。はい、はい、うわ、でもいいね。うわ、味噌余すことなくね。そうですね、これはもう白いご飯食べたくなるよ。はい、じゃあこのままよく冷やしてもらって5分ほどつけていきましょう、うん、はい、でその間にネギを切っていきますので。あ、そうですよ、もう一人の主役、はい、ネギです。ネギを切っていきます。下仁田ネギさん、はい、下仁田ね、あ、違うところのご当地だって言ってるのにね、大変失礼いたしました、慎んでお願いします、はいはい、こちらは根元を切り落として3センチ幅大体ですね、あまりはネギ大好きですからね。
ネギ美味しいですよね。特にこの下仁田ネギは、うん、あの甘みがすごくあってもう太いんで。本当だね、はい、焼くとすごく結構がっつり大きめに切りましたよ。はい、うん、もうザクザク切ってください。うわ、上の部分もいっちゃおういっちゃおう、全部美味しいので、うん、全部使います。お、すでに、はい、コメントすでに美味しそうです。今日はご飯が進みそうなレシピ、はい、あ、これも聞きたい。何の味噌でも大丈夫なんですか？何の味噌でも大丈夫ですよ。じゃあもうお好みの、お好みのものでいいですね、はい。まあ、ちょっと濃いめの方がこのレシピの場合おすすめかなと思います、うん。今下にちょっと油入ってるのでサラダ油と、はい、あとはちょっとお塩振っていただいて少し混ぜておくと焼いてる時に便利ですね。うわ、これちょっと、はい、ネギだけでもね。そうですね、あ、すごい美味しそう。このネギをちょっとなじませておいてあげてください。ただ今日は豚肉使うのでそこからも油が出るので油はあの少量で大丈夫です、うん。あ、そうなんだね。はい、でざっと混ぜてくださいね。ヘルシーでございますよ。はい、はい、ではもう早速グリル皿に乗っけていきましょう。はい、じゃあヒートグリル皿、はい、カモンカモン。はい、ありがとうございます。はい、じゃあここにもう並べていくんですよね。豚バラ肉つけといたものですね、はい、こちら並べていきます、はい。並べ方は、並べ方はもうざっと、うん、真ん中らへん、真ん中に行っちゃう感じだね、はい。まず、この豚肉を並べます。うわ、もうこの短時間でもだいぶ染みてますね、はい。あまりさん、このネギを、あ、ネギやっちゃいます、ね、周りに、周りに、はい、じゃあ、あ、これ手でいっちゃうもうあのね、待ちきれなくてね、ごめんごめん、そうだよね、周りにね、はい、並べてください。はい、いいですね、一緒にお料理、子供とね、一緒にお子さんと一緒にやってもいいと思います、うん。確かに確かに、お子さんはやっぱね、お肉やりたいって言うかもね。あ、そうか、あまりはね、はい、下仁田ネギ好きですから、ちょっとネギさん、うん、あまりの、はい、多分7割ぐらいはネギでできてんじゃないかなっていうぐらい、ネギが好き、うん、大好き。あ、じゃあもうこのレシピはもうね、本当にとろっとろになるので、うん、おすすめです。うんうんうん、はい、はい、ちょっとね、こちら味噌に入れずにちょっとこっちの方ですね、お肉に、はい、ちょっとね、真ん中らへんね、うんうん、はい、入れてください、はい。でこのねタレも余すことなく、タレがね今すごい横でいい匂いするのよ、はい、かけちゃいます、はい。うわー、すごい、これすっごい、もうこの映像だけでご飯いけちゃうわ、はい、美味しそうですね、うん。ちょっとね、はい、ネギのさ乗り切るかな、これお手伝いしましょうか、お手伝いして、ちょっと、はい、やばい料理が苦手勢っていうのはバレちゃったね今のでね。いやいや、でももうこのもう乗っけるだけなので、うん、全然苦手な方でもできますよ。でも確かにそうだよね、はい、上に乗っけちゃってください。うわー、すごい美味しそう、美味しそう美味しそう、はい、すごいねこれ、はい、うわ、ネギ好きとしてはさこれがクタクタになるんですよ。もうすごいいい香りする、いい香り。これあの生姜とかもね乗せてもいい。あ、生姜は絶対合うでしょう、うん、OK です。はい、ありがとうございます。さあ、はい、そしてあ、またありましたね、はい、これキッチンポケットアプリでスキャンをしていきますよ。はい、さあ誰でもできるんだからね、あまりもできますからね。はい、いきますよ。ピッ、いけました、次こそ。お、できました、できた、よかった、すごい、スキャンスキャン。タレ付け食材というところがあるのでここチェックして、はい、決定します。あ、中段ですって、中段に入れてって、次は中段、うん、じゃあ中段に入れていきましょう。はい、じゃあお願いします、はい。うわ、すごい美味しそう、もう今から美味しそうですね。で、これが23分ほどで出来上がるので、はい、ビストロへ送信を押して、ここが光ります。はい、温めスタート。さっきとやっぱり違いますね、うん、時間の配分がね、ちょっと違ったね。しかもこうタレ漬けっていうところはあのちゃんとチェックを入れることで少し時間が変わりました。お任せでできるという、はい、素晴らしい、うん。はい、でこちらもですね、今日はお時間の関係ありますので、今日すごい量のピストロが後ろに控えてるからね出来上がったものご用意しましたね、はい、開けてみたいと思います。はい、23分後こちらです。オープン。うわー、すごい、ちょっと焼き目とこのネギの、これは絶妙、うわー、すごいよこれ。ネギもしっかりとくたくたで、この青い部分と、ね、白い部分がまたいいコントラストで美味しそうですよ。こんがり感とね、うん、絶妙ですね。いや、これはちょっと美味しそう、これ丼にしてもいいですね。いいですね、このタレしっかりとご飯に絡ませてね。うもう見て、この見て、染みてる。うわ、すごいすごいすごい、ネギこれ絶対美味しい、しっかりと染みてるよ。うわ、すごい、やっぱりさ、ネギってさ、生のままだとこんな染みないじゃない、うん、だからしっかりと火が通ってるって証拠だよ。これもう火加減何にもやってないですよ。素晴らしい、すごいね。じゃあちょっと盛り付けをいっぱいして、うわ、美味しそう、もうこのまま食べたい。皆さん、お任せグリルの機能、じゅわじゅわ、本当にお任せで調理をするってことなんだよね。しかも我々はどれぐらいの量とかね、うん、打ち込んでないんですよね。写真でスキャン撮っただけですから。そうです、うん、
しみ加減見てください。もうこれすっごい美味しそう。美味しそう美味しそう。いやもうお腹すいた。お腹すいた。皆さん腹減ったどうすんねんって。お腹すいた。美味しそう。いい焼き加減。今5時ですもんね。あ、いいですね。焼肉やジンギスカン風でも美味しそう。確かに確かに。美味しそう。うん、わあすごい。お任せグリルめっちゃ便利じゃないですか。あ、七味パラリしたいビールに合いそう。七味いいですね。ナイスアイディア。確かにつまみとしても本当優秀ですねこれ。あ、日本酒ください。いいか、確かに。さあできました。はい、うわ、上州豚の味噌焼きの完成です。イエーイ。うー、すごい。美味しそう。え、これはちょっとご飯が合うやつじゃない。ご飯食べたいですよ、ね、あ、食べたい。お、もしかして。こちら、うわ、ビストロで炊いたご飯です。炊飯器ビストロで炊いたご飯も持ってきてくださいました、はい、それじゃあ早速、こちら試食させていただきます。いただきます。いただきます。じゃあ鮭のちゃんちゃん焼き、はい、もう一個も丸ごといっちゃっていい、うん、もう丸ごと。あ、うん、こんなに柔らかい。もう中しっかり火が通ってます。じゃあお野菜も一緒にいこうかな。はい。で、このね、ちょっと見てほしいのがこの皮の部分もら、見て美味しそうでしょ。全部ふっくら。すごい。うわ、見て、もう身がもうほろほろにほぐれて。いただきます。召し上がれ。うわ、すごい。美味しい。本当に鮭めちゃくちゃふっくらしてるのに、キャベツがシャキシャキです。うん、すごい。おいしい。うーん、これはおいしいわ。そしてもう一つこれですね、うん、上州豚の味噌焼き。ネギと一緒にいっちゃおうかな。これいくよ。どうぞどうぞ。いただきます。うん、うわ、うん、うまい。あ、すごい。お肉にもう味噌が絡んで、はい、そしてネギトロトロになって、ちょっとコメントいらないかもしれない、この顔でさせて。おいしい。顔から伝わる。いただきます。うん、丸々いただきますね、うん、これうまいな。びっくりした。表面がこんがり、うん、うん、なんかグーフーで、ほんとほんとすごい。これ無限ご飯だね。無限。これはすごいよ。これお任せでできちゃうんだ。これは本当にいろんな野菜とかね、うん、食材でアレンジしたいなと思いましたね。すごい。子供お風呂に入れなきゃいけないのに離れられませんだって。嬉しいですね。本当にこれ一つで家族の栄養バランスも整いますね。本当これはもうお野菜いっぱい取れるし、ネギの旨味が全部もうね、お肉に絡んでも最高。全部、うん、うん、ね、これさ、他にもさ、どんな料理作れるんですかこれ。他にはこのおまかせグリルで、うん、麻婆茄子とか餃子、うん、あとハンバーグも作れちゃいます。すごいよね。しかもさ、さっきもさ紹介したけど、はい、冷凍冷蔵常温全部いけるのすごいよね。そうなんですよ、うん、これ鮭が冷凍していてもこのふっくら仕上がって野菜はシャキシャキになるので今出ちゃいます。でもさ大丈夫。でもさ全部食材違うんですよ、うん、肉魚野菜全部網羅できるっていうところ。そうです、ね、皆さんこの本当におまかせグリルのすごさ分かっていただけましたでしょうか。うん、うん、美味しかった。お腹空いたっていうコメントいっぱい来ますね。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。次回のビストロライブキッチンのお知らせです。次回は10月16日水曜日の同じ17時から関東ご当地秋の味覚会と題しまして、オートクッカービストロで作る群馬ご当地もつ煮、そして炊飯器ビストロを使って作る茨城、ご当地さつまいもご飯をご紹介します。次回もお楽しみに。楽しみ。そして皆さんお待たせいたしました、視聴者限定プレゼントのお知らせです。アンケートに回答いただいた方の中から抽選で5名の方に Amazon ギフトカード1000円分をプレゼントさせていただきます。プレゼントの合言葉はこちら、ドン、食欲の秋。応募方法、まずデリシキッチンアプリからご覧いただいている皆さんは画面右上にあるフォローを、フォローボタンをタップしておいてください。こちらの応募メッセージはですね、配信をすぐに送られますので、今フォローしていないとメッセージ届きませんので、今のうちにフォローお願いします。そしてインスタグラムからご覧の皆さんはライブ配信終了後にデリシキッチンのアカウントからストーリーズを配信するので、そちらを要チェックということでございます。
さあ本日最後までご覧いただいた皆様、コメントで盛り上げてくれた皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。今日ご紹介したビストロ欲しくなったでしょ、おまかせグリル使いたくなったでしょ、うん、そんな方はですねデリシキッチンのアプリからご覧いただいている方は右下の商品マークをタップして詳細をぜひぜひチェックしていただければと思います。さあパナソニックのビストロのキッチン家電があれば、うん、どんな方でもこんなに美味しいのがおまかせで作れちゃいます。すごい。さあアラヤン、今日いかがでした？そうですね、またおまかせグリルの機能でもうこの食欲なき満喫できること間違いなしなので、うん、皆さんも一緒に作りましょう。はい、ありがとうございました、はい、もうこれもう早速作ってみたいなと思います。いや、もう家でも作ります、ね、はい。さあ皆さん、はい、次回は10月16日水曜日同じ17時からまたお会いしましょう。食欲の秋楽しんでいきましょう。またね、バイバイ。楽しもう、おいしいおいしい、なになに、おいしいおいしい、おいしいおいしい、秋だよ。